ほら、南帝国のジャイアント族を思い出してくれ。ザクザやジクジ、彼らもカラントが生き返らせたと。彼らは大昔に南の回廊を突破して、あの場所で撃たれた。そして月日が経ち、カラントが蘇らせたんだ。そっか、ジクジたちが撃たれた後に破られた回廊が修復されていたのなら、南の回廊が塞がれた状況でジクジたちが人海内にいたことの説明はつきますね。それに彼らに過去や記憶があるのもうなずけます。まあ信じがたい理屈ではありますが、一度死んだ人を生き返らせるなんて一体どういう方法なんだろう。天命がゼロになれば、やがてフラクトライト、魂が消滅する。アドミニストレーターは死体となった肉体をカセドラルシダーに変えて生きながらえているけど、ジャイアント族や海王でもその方法を取って生き続けているとは思えない。まあかといってどんな方法で蘇ったのか見当もつかないんだけどさ、他に死者を蘇らせる方法といえば、アドミニストレーターによるリネルとフィゼルの実験だけど、あれも結局はうまくいかなくて諦めたはずだからな。死者を蘇らせるなんてちっとも理解できないし、オーレシアン家の人が混乱していたのも無理はないよ。そうだな、彼にとって皇帝は盲目的に従うべき相手だったから、個人のはずという疑問を無理やり飲み込んだんだろう。キリト君の推測が正しければ、火曜ではこの時代の人じゃないってことだよね。もしかしたらアロードもすでに死んでいて、彼のお墓もここにあるのかもしれないよ。そうだね、探してみよう。彼のお墓はないみたい。そうか、この城は広いし他の場所を調べよう。そういえばキリト、カヨーデが死んでいるってことに気を取られたけど、例の日記まだ途中までしか読んでいないよね。キリトさん、続きを読んでください。やがてアトメ争いに敗れたアロード様は身分を平民に落とされ、城から追放されることとなった。だからアロードの墓がこの城にないんだね。日記はここまでだな。平民になった後はどこへ行ったんでしょうか。ここにある歴史書に追放した者のその後がわざわざ書かれているとは思えないな。待ってお兄ちゃん、日記に何か挟まっているよ。これは似顔絵みたいね。もしかしてこの人がアロード・ノーラン・ガルス。見て、彼がつけているこの首飾り、あれなんだか見覚えがあります。なんだっけ。これはあのおじいさんがつけてたものだ。ええ、そうだ、初めて会った時に皇帝家からもらったって言っていましたよね。ああ、もう一度あのおじいさんに会いに行こう。たら、また来たのか。今回は別に尋ねたいことがあって来ました。その首飾りについて教えてくれませんか。前にも言ったじゃろ、これは
皇帝家に仕えている頃にもらったものじゃ。一体誰からもらったんですか？なぜそんな質問をするのじゃ？私たちは今、カヨーデのウランガルスのご子息、アロードについての情報を集めています。その過程で、アロードがかつてその首飾りを身につけていたことを知ったのです。首飾りなんぞ、いくらでも種類があろう。アロードさんの似顔絵に描かれていた首飾りが、まさにそれと同じだったんです。おじいさん、教えてください。子供たちの命がかかっているんです。わかった。わしはアロード・ノーランガルスの孫じゃ。孫？ではやはりその首飾りは。そうじゃ、この首飾りはカヨーデ様からアロード、アロードからわしの父へ渡り、そして父からわしへと渡った。すでに知っておるとは思うが、わしの祖父は跡目争いに負けて城を追放された。その後、祖父と父は皇帝家の人間であることを隠し、この地で暮らし、この地で死んだと聞く。ただ祖父は早死にだったらしく、父は祖父の顔を知らんそうじゃがな。わしは父の言いつけ通りに皇帝家の血が流れていることを隠し、ひっそりと暮らしてきた。そうだったんですね。では聞かせてもらおうか。なぜアロードに関することを調べておるのかを。信じられないかもしれませんが、火曜でノーランガルスが生き返りました。彼女はアロードを教育し、次期皇帝に育て上げようとしています。しかしアロードが見つからないため、代わりに子供たちを各地で誘拐しているようなんです。カヨーデから子供たちを取り戻すには、アロード本人を見つけるしかない。そこで彼を探すことになったんです。やっぱり信じられませんよね。しかしキリト、カヨーデには何と伝えるのですか？アロードがすでに死んだという話で納得するでしょうか？納得してもらうしかないさ。問題は子供たちをどうやって助けるかだな。こいつを使え。それがあればカヨーデ様もお主らの話を信じるじゃろう。僕たちに首飾りを貸してくださるのですか？お主らの話は荒唐無稽じゃが、カヨーデ様が教育熱心だという話はこの地に伝わっている。その点においてはお主らの話は正しいのかもしれん。おじいさん、お借りします。ありがとうございます。